島田まげ島田まげ。明治時代文金高島田明治年間の島田まげ島田まげは日本髪において最も一般的な女まげ。特に未婚女性や下流会の女性が多く言った。基本型はタブサを折り返してもっといで止めるだけのシンプルなものだが非常に人気があり様々な派生の髪型ができた。派生型に高島田娘島だ、奴島田つぶし島だ、 げ島田、芸者島田、強風島田、銀南崩し、水車曲げ、押し鳥などがある。島田という名前の由来は、東海道五十三寺の一つ、島田塾の女郎に由来するというもの、関英年間の小山島田万吉、花吉、神吉の舞台での紛争に由来するというもの、曲げの根を強く締めたばねたところから、締めたの天下など諸説ある。島田しでは、 島田曲げ発祥の地として、島田曲げ祭りが催されている。埴輪の島田曲げ島だと同じ折り返す形の曲げは古墳時代の女性埴輪にも見られ、便宜上この古墳島田も島田曲げに分類することがある。ただしこれは根が極端に低く折り返し部分を扇のように広げるもので、一般的な島田とは全く一系のものである。本格的な 島田曲げの登場はそれから千年近く後の江戸時代初期を待つ。島田曲げの原型は若島げで、子供の曲げから男曲げへの過渡期にある男性の曲げであるから、前髪を残して酒焼きを狭く反り、曲げは水平で太いものであった。その髪型を遊女が取り入れ女性向きに改良して言ったものが、島田曲げの出発点で今で言うところの原禄島田である。これは、 たちまち大流行して、帰線を問わず娘たちがこぞって言うようになりその中で、地域や身分、職業や個人の趣味が反映されて様々に派生した。普通武家の娘ならば、高島だと言って、曲げの根が高い端正な印象の曲げを言う。この派生の中で最も根が高い形を、同時期に流行した極端に曲げの根が高い男曲げ、辰松風にちなんで、辰松島だと呼び、 あとに、文金高島田と呼ぶようになる。遊女や芸者なら、投げ島田や潰し島田、つ潰しなど根が、ずっと低い曲げも平たいものを言う。投げ島田は、田草の根を後ろにかなり下げたもので、曲げが後ろに投げ出されたように見えるもの。潰し島田は、曲げの中央が潰したように凹んでいるものを言う。どちらもあだっぽい妖艶な印象の曲げである。ありがとうございます。